はい、こんにちは、アキトです。今日はね、前回のバターライスご飯、バター醤油ご飯か、前回の真夜中に食べるバター醤油ご飯に引き続き、減量中にね、やりたかったこと、今日はね、第2弾やっていこうかなと思います。じゃーん。これね、2種類のさつまいもね、2種類のさつまいもを買ってきました。で、名前忘れちゃった。紅あずまと、なんだっけ、なんかちょっと甘いやつで、両方とも割とねっとり系のさつまいもを準備しました。ただ食べるだけだったらね、今回の減量中も、週に1回ぐらいハイカーボデーみたいな感じで食べてた時に、そのカーボの内容がさつまいもだったんで、さつまいもは食べてたんだけど、やっぱね、それはそれですごいうまかったんだけど、なんかもっとアレンジしたいみたいな、もっと美味しく食べたいみたいなのがあって、やりたいこと第2弾で今日はやっていこうかなって思います。まあ、とりあえずね、これちょっと割ってみようかな。とりあえずね、しかもすっげえもう柔らかいの、見てこれ、この色、この色よ。で、今回炊飯器で炊いたんで、もう柔らか、柔らか、これもううまそう。で、まずね、ちょっとこれ一個ずつ味見ね、いただきます。一個ずつ味見、まずはこっちね。うん、すげえ甘い、めっちゃねっとり。味の違いがあんまり分かんなくて、美味しいのは確かなんだけど、とりあえずうまい。で、やっていくのが前回同様ね、こちら雪印バター、これをね塗っていこうかなと思います。まあ、美味しいのは間違いないよね。じゃがいもじゃなくてさ、さつまいもで作るポテトチップスみたいなバター風味みたいなのがあるぐらいなんで、絶対に美味しいのは間違いない。バター、これはね間違いないでしょう。これは絶対うまいよね。じゃあまずはこっちから。うわ、バターが落ちてた。これは絶対うまい。ちょっとバターも、ちょっとバター多めで食べていこうと思います。美味しくないはずがない、もう美味しくないはずがない。うわ、うまっ、うまっ。バター醤油ご飯とね、並ぶぐらいなんか衝撃きた俺。これうまっ。なにこれ、なにこれ、やばい、また一瞬でオブーに近づいちゃった気がする。これでやばい。うんまっ。じゃあ次こっち、これなんだったっけな、これなんていう種類だったっけな、忘れちゃったな。すごいね、これもう
あの身がもう形をとどめてない、もうゆるゆる。もうね、口に入れた瞬間にとろける、全部。うまっ。見て、しかもこの黄金の色、うまっ。バターは間違いないんだね、やっぱね。やっぱ流行ってるだけあって、バターってうまいんだね。うん、バターうまっ。本当は今日やりたかったことっていうのが、バターもそうなんだけど、実はこのさつまいもに、こちらスーパーカップアイスクリームね、アイスクリームを実は乗っけて食いたかったの、これを。今これもさつまいもってすごい熱いんだけど、あったかいところにこの冷たいアイスクリームをぶち込んで食べるみたいな、もうなんて言うんだろう、想像だけでわかるよね、美味しいのが。想像だけでわかるんだけど、アイスクリーム半分でいいかな。やべえ、これちょっと待とう、ちょっと溶ける、やば。この景色すごいいいよね、アイスが溶けていく感じ。こんな斬新な感じじゃないんだけど、パフェあるよね、よくね。あのさつまいもパフェとかはさ、こういうスイートポテトの上にソフトクリーム乗っけてるとか、そういうパフェなんか食べたことあるんだけど、もう美味しいのは間違いない。うん、なんか今なぜかわかんないんだけど、ツイッターとかインスタとかに書いたんだけど、がっつり体調崩しちゃって急に。で、そういう時ってなんかすごいアイスクリームとか食いたくなるよね、特にバニラアイス。なんかその発想もあってこれやりたいなと思ったんだけど、ちょっと食べていこうかなと思います。うわ、どうしよう。なんかこの紅あずまの方がね、形がしっかり残ってるから食べやすいんだよね。ちょっと大きめにアイスクリームと紅あずまいただいていこうと思います。うん、はい、うまい。うまもうね、スイーツだね、スイーツ。もうこのさつまいもだけでスイーツだったんだけど、これさらに加えるともっとスイーツだね。次こっち。うん、まあ、あのさつまいもがあったかいからアイスクリームがね、もう溶け出してるのね、もう。で、口に入れた瞬間に、まあ、アイスクリームジュワーってなくなっちゃって、ちょうどいいね。さつまいももすげえ美味しいし、アイスクリーム合うわ、うまい。うん、さつまいもバターもいいけど、俺アイスクリームの方が好きかな。これバターとアイスクリームもうまいんだけど、あのあんこ乗っけて食うとマジでうまいから。これ昔ねやってたんだけど、このさつまいもにこしあんをね乗っけて食うと本当にうまい。こしあん、うまっ。さつまいもはね、あのレンチンで袋
ふかすよりかは炊飯器でふかした方がねっとり仕上がるっていうか、仕上がりがねすごい甘くなる。だからまあ時間ないときはレンチンでいいんだけど、ちょっと美味しく食べたいとか時間ある人は炊飯器でちょっと時間かけて作った方がさつまいもはね美味しくなるんで、炊飯器でやることをおすすめします。うん、美味しいけどちょっと多いなこれ、さつまいも。なんか腹に溜まっていく感じが分かりやすいから、あんまりいっぱい食えないんだよね。うん、うまい、激うま、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。超うまかったこれ。さつまいもにバターとスーパーカップを入れてかけて、のっけてか食べるとどうなるのか、まあもう想像通り激うまでした。まあやりたかったこと第2弾ねがそれだったんで、もうなんて言うんだろう、すげえ満足、今すげえ満足です。減量中にやりたかったことっていうのが実はめっちゃあって、でめっちゃある中で減量中だからやりたかったけど、減量終わっても今やりたくないこともあるんで、まあそういうのもね、いろいろまとめてねやっていこうかなって思いますって感じで、今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー。